はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、冷たい体を治して老化を防ぐ方法ということでお届けしたいと思います。はい、まあ最近のショート動画でもですね、この冷えている体、冷たい体とかですね、そういった内容のですね動画をお届けしてるんですけども、今回はですね、その冷たい体で老化をしていくっていうことをですね、まあ解説していきながら老化を防ぐ方法ということでですね、まあお届けしていきたいと思うんですね。もともとね、冷え性の方や寒がりの方だけじゃなくてですね、僕たち世代の50代以降も注意しないといけないのがこの体の冷えなんですが、それに加えてね、体が硬くなってくると老化が始まっている可能性が非常に高いんですね。体が硬くなるっていうことは、血流が滞っている状態で肩こりや腰痛が増えてくるっていうことなんですね。まあ世の中的にもね、健康意識が上がって、最近ではね、自宅でセルフケアする人が増えてきている傾向にあるようですが、それでもね、慢性的な痛みや冷え性をね、改善しきれていないんですね。その瞬間もね、改善されるかもしれないんですけども、長期的に見ると本質的な問題を解決してるわけじゃないので、そういった意味でいくと効果があまり出ていないと思うんですね。今回の動画ではね、本質的な改善方法をお伝えしますんで、今まで運動してきたけど効果の持続性がない、マッサージを受けても次の日には戻っている、ストレッチなどセルフケアをしても効果を感じない、そういった方にね、おすすめの動画になっています。また定年後もね、元気に生活していきたい、70過ぎても病院通いしたくない方もですね、ぜひ最後まで見て一緒に老けない体を作っていってほしいと思います。まずね、いろんなセルフケアする前にですね、自分の体の状態っていうのを知っておく必要があるんですね。まあ現状把握なんですけども、この方法はね、簡単に2つあって、1つは体の冷えの状態、体の硬さチェックなんですけども、この体の硬さチェックは以前のね動画でもお伝えしてるんで、気になる方はね、そちらを見てください。今回はね、その体の冷えの状態のチェックっていうことで詳しく解説していきたいと思うんですけども、この自分の体が冷えているか冷えてないかを評価するだけでもですね、体に対する意識が変わってくるんですね。簡単にできるんでね、一緒に行ってみてほしいと思います。まず溝落ちをね、手のひらで触ってください。心臓あたりはね、体温が高い部分なんで、そちらとね、こう比較してほしいんですけども、それでね、比較的あなたの体の冷えの状態がわかるんですね。また余談ですが、朝起きた時に脇もお腹も同じ体温が一般的なんですが、実は脇よりお腹が冷たいって感じる場合は内臓が冷えてる状態なんで、自分のね、体の理解度っていうのがね、さらに増していきますんでね、朝起きた時にも一度チェックしてほしいと思います。このご自身でチェックして、体が硬い場合や冷えてる状態で、ストレッチや筋トレもそうなんですけど、効果が出ないとか、もしくは筋を切る可能性が出てくるんですね。特にね、僕たちの世代っていうのはですね、気持ちではね、大丈夫と思うんですけども、そう思ってもですね、体がついていかないってことって多々あるんですね。お子さんの運動会でお父さんが頑張って転んだシーンとか見たことはありません？僕何度か見たことありますけども、自分では走れると思ってもですね、これ足がもつれてしまうんですね。年齢が高くなればなるほど、自分が思ったように体が動かないことでただ増えてくるんでね、注意してください。またこの体が硬い場合はですね、特にね、この病院で見てもらうレベルじゃないから、放置してしまうってことがよくあるんですね。寝る前にストレッチしようとかですね、軽めに運動しようと思ってもですね、あまり見た目がですね、変わらないから、結構意識が薄れてしまうんですね。そういった日々の積み重ねで、たまに運動するときに肉離れを起こしたりとか、下手したらアキレス腱を切ったりとかね、そういった場合も多いんですね。そういった放置の積み重ねがですね、ますます体が冷えてしまって、もっと筋肉が硬くなり、さらにね、不調が重なりがちになるんですね。それがね、今の70代80代の方の痛みが出ている方々で、特にね、若い時にね、必死に頑張ってきた結果じゃないかなと思うんですね。またこの体の硬さっていうのはですね、特に体に現れやすい部位は背骨周辺からと以前の動画でもお伝えしたんですけども、冷えと連動していることを考えると、下半身の筋肉の効果がかなり相関があって、僕のお店でもですね、70代以降の方々は足のだるさやむくみ、痛みが出ているんですね。なので今回はですね、下半身を中心とした経絡を刺激するね、セルフケアをお届けしたいと思います。まあ、その前にですね、僕のセルフケアは常にこの経絡っていうものをメインでお届けしてるんですけども、もう少しね、この経絡のことを深く知ってもらいたいんで、簡単にね、解説したいと思います。セルフケアだけを見たい方はね、目次にあるセルフケアまでスキップしてください。僕たちの体の中にはですね、この見えない道があると思ってほしいんですね。まあそれを経絡というんですけども、それらの道は体の中で流れる元気や栄養を届けるための道しるべだと思ってほしいんですね。わかりやすく例えると、
道路が軽楽で車が栄養とか元気だと思ってほしいんですね。道路がきれいに整備されていると車がスムーズに流れていって、道路が狭くなったり壊れていると車が通れなくなりますよね。それがですね、軽楽の詰まり、言えば元気や栄養が届かなくなるっていうことなんですね。なのでこの軽楽っていうのはですね、体を守るために必要な道路で、スムーズにね車が流れていないと体が病気になりやすくなるっていうことなんですね。またこの軽楽っていう中でもですね、このツボっていうのがあるんですけども、このツボっていうのはですね、電車で行くとこのポイントをつなぐ駅みたいなものなんですね。よくツボ押してありますけど、そのツボを押すことによって道路がきれいにね整ったり循環が良くなるっていう考え方なんですね。なので簡単にまとめると、軽楽っていうのは体の中の見えない道路であって、ツボっていうのはですね、それぞれのポイントで駅みたいなもので、車がね栄養や元気を届けているっていうことなんですね。その栄養や元気が届かない時に経絡が細くなったり壊れてしまうと、栄養が届かなくなって体の痛みが出たり不調が出る。そのために定期的にツボを押して経絡の通りを良くする、きれいにするっていうような考え方なんですね。まあこれはですね、東洋医学的な考え方で、これを知ってもらえるともっと経絡っていうものをね深く知ってもらえたらなと思います。なのでね、体を健康に保つためには、その経絡、まあ道路のですね掃除をしないといけないっていうのがですね、僕のこの考え方、東洋医学的な考え方なんですね。まあこの経絡っていうものをですね簡単に解説したんですけども、これでですね、あなたの日常にですね、この経絡っていうものがですね、もっと溶け込めばいいなと思って今回お届けしたんですけども、よかったらね頭の片隅にもね覚えておいてください。はい、ではですね、今からですねセルフケアをお届けしたいと思うんですけども、今回お届けしたい経絡はですね、膀胱系、腎系、胃系、この3つの経絡なんですね。ではですね、今からセルフケアを行っていきたいと思います。ではどうぞ。はい、それではですね、今からセルフケアの方ですねお届けしたいと思うんですけども、まず1つ目のですね、この膀胱系っていうのはですね、足から背中、そして頭部に至る経絡で、腎臓や膀胱にですね密接な関係があるんですね。この経絡は体内の水分代謝を調整する役割を持ってて、冷え性やむくみにも関与してるんですね。この膀胱系の刺激は以前内臓風水でもねお届けした方法でも行えますが、今回はね直接ふくらはぎにね刺激入れていきたいと思います。この膀胱系の刺激はですね、膝の裏からですねふくらはぎをずーっとこう通って、こんな感じですね。で、外のくるぶしのところまで行きます。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、こういった形ですね。はい、ふくらはぎの裏を通って外くるぶし、ここまで刺激入れたいと思いますので、では一緒に行っていきましょう。この方法はですね、この人差し指、中指、薬指でですね押し込むような形で押さえてください。 1,2,3,4,5,6 ですね、6箇所押すのを10回行っていきたいと思います。ではいきますね。よーい、スタート。3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。こんな感じですね。はい、押していってください。この冷えっていうのはですね、ほぼほぼ血行不良が原因なんですね。この膀胱系を刺激することで足全体のですね血液循環を改善していくんですけども、この冷えでですね弱った腎機能を補うっていうことで、全身の冷えがね和らぐんですね。この東洋医学ではですね、腎は体の温め役っていうことでですね重宝されてるんですけども、膀胱系を通じてねこうやってサポートすることができるんですね。はい、よろしいでしょうか。こういった形で10回押してみてください。では次、反対側いきますね。膝の裏からこういった形で押してください。はい、押す姿勢に関してはね特に指定はないんですけども、やりやすい姿勢でですね刺激をね入れていってみてください。はい、ちょっと離れましょうか。ちょっと下がりますね。はい、こんな感じで10回いきます。よーい、スタート。この膀胱系っていうのはですね、体内で最も長い経絡で、冷えと関与する腎とつながってるんですね。この経絡を整えることで、この冷えに関連する不調がね改善されることによって、体全体のね温まりをね感じることができるんでね、この膀胱系の刺激っていうのはですね、この冷え性対策であったり足のむくみ対策にもね効果があるんで、こういった刺激をですね実践してみてほしいと思います。はい、ラストいきます。はい、はい、OK、 よろしいでしょうか。この僕はですね、この膀胱系を押すだけでも、ね、足の動きとかですね軽くなるんですね。まあこれもね行っていただいた方は体感できると思うんですけども、こちらが膀胱系になります。
はい、続いてですね、この腎経という経絡をね刺激していきたいと思います。この腎経というのはね、足の裏から始まって内くるぶしを通ってふくらはぎを通って太ももに行ってお腹ですね、そこから胸の前面を通る経絡なんですけども、この東洋医学ではですね、この腎っていうのは生命のエネルギーの源とされてるんですね。この体温の調節以外に老化やホルモンバランス、免疫力などにもですね深く関与してるんですね。ちょうど前回の動画でですね、上半身の腎経をお伝えしたんですけども、今回は下半身のね腎経をお届けしたいと思います。腎経はですね、この足の裏有線からずっと内くるぶしに通っていくラインですね、こちらを刺激していくんですけども、方法はですね、親指の付け根、手根でも結構ですし、人差し指、中指、薬指で刺激するのでも OK なんで、こちらはですね下から上に押さえていくっていうことをですね、こちらも10回行いたいと思います。まずね、足の裏人差し指、中指でグーッと押してみてください。こちらをね10回ですね、いきますよ、よーいスタート、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい OK。 その後ですね、親指の付け根で内くるぶしからふくらはぎを通って内もものところですね、こういった形で10回押していきます。ではいきますよ、よーいスタート、はい、こんな感じで押さ、あ、こんな感じで押さえていってください。この腎が弱るとですね、冷えとか疲労感がたまりやすいんですね。この腎経を刺激することによって体内のねエネルギーが活性化して、冷えや疲れもね改善していくんですね。なので冬場はですね、特にこの腎経っていうのを養生することがですね、東洋医学的にもですね強くお勧めされてるんですけども、それはですね、まあ、冬の寒さによってですね腎が弱りやすいからなんですね。なので僕もですね、お風呂入ってる時とかにこういった腎経をですね緩めていってるんですけども、こういった形でですね下から上をですね刺激してみてください。はい、次反対側の足ですね、行いたいと思います。まず足裏からですね、有線というツボをですね10回いきます、よーいスタート、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、はい、その次はですね、この内くるぶしから親指の付け根で下から上ですね10回いきます、よーいスタート、こういった形で刺激してください。はい、まあ、僕はですね、もともとこの5行でいくとですね、水のタイプで結構やっぱり腎をですねいたわらないといけないってよく出てるんですね。以前ね、 YouTube のあのコミュニティ欄にもですね、この自分の5行のですね木化土温水の調べ方っていうのをですね、まあ、掲載してるんですけども、よかったらそちらの方を見ていただくとですね、自分が何のタイプか分かりますんでね、それでですね、僕みたいに水のタイプだったらですね、この腎経をですね刺激することをですね習慣づけることによって冬に体調を崩しにくくなりますんでね、こういった形で下から上にですね10回刺激してください。はい、よろしいでしょうか。はい、こういう感じですね。はい、ラストいきます。はい、OK、 よろしいでしょうか。次ラストですね、3つ目、胃経なんですけども、この胃経という経絡はですね、この顔から始まって首の前、胸、お腹通ってですね、太ももからずっと足の方下がっていって足の甲までねたどり着く経絡なんですね。こちらはですね、胃腸の働きや消化、栄養吸収や体内のね水分バランスにも深く関係しているんですね。今回この胃経のラインは足のね太ももから足の甲にかけてのですねセルフケアをですねご紹介したいと思います。足の池のラインはですね、太ももの前面のですね、ちょっと斜め45度あたりからずっと下に下がっていって、膝のお皿の外側を通って、ずっと足のこのすねの骨のちょっと外側を通ってですね、人差し指と中指のところまでね、たどり着く経絡なんですけども、こちらもですね、親指の付け根、手根でですね、押し込むような形で上から下に刺激していく。こういった形で10回行っていきたいと思います。では行きますね。よーい、スタート。こういう形ですね。はい、これで1回。このセルフケアの体勢はですね、特に自由なんでね、やりにくかったら座ってもらっても結構なんで、この胃経という経絡を刺激してください。この胃経をですね刺激する理由としてはですね、まあ、消化吸収の改善ですね。胃腸の働きを活性化させて、消化不良やね食欲不振をですね緩和させるっていう効果があるんですね。またエネルギー吸収のですね循環も促進してくれることによって、体の疲労感をね回復する効果もあるんですね。こういった形で10回押してみてください。体勢を変えて行いたいと思います。こういった形で親指でも結構ですよ。はい、こんな形で押していってください。はい、OK、
結構この異形っていうのはですね、この体全面にあるんですけども、これ腰痛解消にもなる経絡なんですね。内臓から整えることによって、また自覚症状が出ていない腰痛であったり、ちょっと腰の張りっていうのもですね、こういった異形を軽く刺激するだけでもですね、効果が出やすいんでね、ぜひね、試してみてください。はい、ラストいきます。足の甲までしっかり刺激してください。はい、OK。よろしいでしょうか。じゃあ次、反対側いきますね。はい。こちらの方ですね。はい、太ももの前面、ちょっと外側ですね。お皿の外側を通って、足のすねを通って、足の甲を通ります。はい。いきますよ。よーい、スタート。この池も同じくですね、むくみや冷えの解消にもね、つながってくるんで、この池の働きが正常だったら、体内の水分バランスもですね、整いやすくなるんで、もちろんむくみもそうですけども、体内のね、冷えのね、予防にもつながってくるんでね、このお届けしている膀胱系と腎系と胃系っていうのを抑えることによって、体の冷えがですね、予防できるんでね、こういった3つの経絡をですね、ぜひ刺激してみてほしいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、だいぶ僕もですね、足が柔らかくなってポカポカしてきましたけども、はい、このねセルフケアをお届けしながらですね、自分もこの体が健康になるってむちゃむちゃいいことやなと思いながら、お届けさせてもらってるんですけども、はい、一緒にねこれぜひ実践してみてください。はい、ちょっと足が映ってなかったですね。はい、すいません。こんな感じですね。はい、こういった形で刺激をしてください。はい、OK。よろしいでしょうか。今回はね、この3つの経絡を紹介させていただきました。現場からは以上です。はい、お疲れ様でした。このふくらはぎはね、第二の心臓と呼ばれるほど血流に重要な部分で、この3つの経絡を刺激するだけで血液循環が改善してですね、体全体がね、ポカポカ温まるんですね。また内臓にもね、エネルギー、気を送り込んで、体の硬さや冷えの予防にもつながるんですね。まあ先ほども言いましたが、老化は足に出やすいから、特に50代以降はですね、お風呂の中や寝る前にね、行ってみていただけたらと思います。まあ僕の両親はね、亡くなっているんですけども、体のねケアをする暇もなく忙しくして頑張っていたので、いつもねあちこち痛いって言ってたんですね。今はね比較的にね手軽に健康情報が入る時代なんですが、結構手軽で簡単にできるセルフケアとかがですね流行ってしまってるんですね。そういった表面的なものじゃなくて、もっと本質的な改善をですね、僕はお届けしたいと思いますんで、ぜひね一緒にセルフケアをして老化をね防ぐ体作りをね一緒にしていきましょう。またね痛みなどお悩みがある場合は、僕の LINE 公式アカウントにメッセージしていただくとお答えしますんでね、そういったものもね活用してください。また施術を受けたい方もですね、そちらの LINE 公式アカウントから問い合わせお願いします。今回はねこれで終わっていきたいと思うんですけども、よかったな、ためになったなと思われる方はいいねのボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。